宝庫諸島は台湾島の西方約5 0トルに位置する台湾海峡上の島所群。宝庫列島、宝庫群島とも呼ばれる。島々の海岸線は複雑で、その総延長は約3 0 0トルを誇っている。大小合わせて90の島々からなるが、人が住んでいる島はそのうちの19島である。また、かつて宝庫の名を冠した日本海軍の艦艇があった。 1916年の日本による測量の際、宝庫諸島は64の当初から構成され、総面積は126.864、経平方メートルであるという結果が発表された。そのため、長らくこの数値が公式資料として用いられていたが、2005年に国立高尾応用科技大学が再調査した結果、90の当初から構成され、総面積は141.052、 キロ平方メートルであることが判明した。宝庫諸島は前頭が宝庫県に属しており、宝庫島にある県とのマコウ市は行政、経済の中心都市である。宝庫島は宝庫諸島最大の島であり、四方を海で囲まれているために風が強く風島と別称されている。一方で天神菊が至るところに咲き、美しい景観を作っていることから、 菊島という名前で呼ばれることも多い。菊島と関したイベントやお店が参見されることからも、菊島という名称に大勢の住民が愛着を持っていることがわかる。住民がのほとんどは、宝古島と白砂島、両沖縄島に暮らしているが、主要産業は観光業と漁業のみである。そのため、2000年代以前は多くの若年労働者は職を求めて諸島を離れていっていたが、 2016年には、宝庫を訪れる観光客が年間100万人を超え、急速に観光業が発展していることから、少しずつ若者の u 愛ターン移住が増えてきている。なお、2019年の観光客は年間130万人を超えた。観光業だけでなく、自然と調和した暮らしを求めて、宝庫で暮らすことを決める者も,も多く、環境に配慮したライフスタイルを送る者も,も、 少なくない。北海域線付近に位置するため、一年を通じて温暖な気候であり、年間の平均気温は摂氏23度となっている。しかし島内に産地が形成されていないことから、降水量は少なく、年間降水量は1000ミリメートル程度となっている。諸島は玄武岩からなり、また周囲を産後省に取り囲まれているので、土壌は痩せている。そのため、 植物が育ちがたく、植生が豊かな台湾島とは景観が異なる。住民は豊富に存在する玄武岩とサンゴを古くから活用し、強風から作物や家屋を保護する玄武岩やサンゴの塀、玄武岩やサンゴのブロックを使った家を作ってきた。これらは現在においても島独特の雰囲気を醸し出しており、近年では歴史的景観の復元が進められている。 大古島、白砂島、両沖縄島に囲まれた宝庫湾が2014年に世界で最も美しいワンクラブに加盟し、2018年には年次総会を開催した。なお、その時の縁がきっかけで、同じく世界で最も美しいワンクラブ会員の富山湾で開催されている富山マラソンと宝庫の菊島宝庫古海マラソンが2019年5月24日に、 有効提携協定を締結した。宝庫諸島歴史の詳細は、宝庫県を参照のこと。経済産業面では1913年には、電気会社が設立され電力供給開始、1920年にかけて郵便制度が整備され、日本企業による投資促進政策が取られた。1926年には、宝庫水産会。 1927年にマコーバスが整備され、また政治面でも地方自治を組織するなど近代国家としての制度が整備されていった。また、文化面では1928年11月8日、宝庫神社が鎮座したが、現在は取り壊され、石碑だけが残されている。ありがとうございます。